真剣ゼミは、ベネッセコーポレーションが行っている、小学生、中学生、高校生向けの添削式の通信教育講座である。なお本校では、以下についても取り扱うこととする。なお当ゼミは、真剣を略称とする進学研究会とは何ら、関係はない。かつてベネッセは1955年より、学生向けの通信教育事業を5回も企画したが、 いずれも入会者が集まらず失敗していた。ところが1969年に高校生向けに開校した通信教育セミナーは進学競争が加熱化し始めた時期と重なり順調に会員数を伸ばし、1972年に中学生向けに通信教育セミナージュニアを開設した。この通信教育セミナーは真剣ゼミとして発展し、 1980年には、小学講座を開設するほか、未就学児部門として1988年に、幼児講座、1994年に、親子講座と対象を広げ、通信教育業界の売り上げ1位となった。なお未就学児部門はその後、子どもチャレンジとして独立し、幼児講座は、ホップ、ステップ、ジャンプ、そして、親子講座は、ポケットとなった。 しかし少子化の影響もあり、2000年には会員数が420万人に激減、またゆとり教育の導入で、真剣ゼミの存在理由も薄くなり、2003年には会員数も370万人にまで急激に減少。授業の進み具合や進路希望などに合わせて、学習教材を細分化するなどしたが、2004年の会員数は400万人程度にとどまっている。 2010年2月9日より中高生会員を対象とした携帯電話事業ベネッセモバイルフリオを開始したが加入者数は伸びずわずか1年でサービス終了に追い込まれた2015年2月17日よりプリペイドカードタイプのオンライン教材であるベネパを開始しコンビニチェーンであるローソン限定で専用プリペイドカードを発売した会員数は真剣ゼミと 子供チャレンジの合算。しかしながら、2014年7月9日に発生した個人情報流出事件が会員数減少に拍車をかけ、2016年4月の時点でゼミ会員数は243万人に減少している。いずれも現在は子供チャレンジとして独立。またこれらのほか大学生及び社会人向けの講座として、 キャリアアップゼミも開校されていた。郵便、宅配便を利用した通信教育システムである。毎月、自宅宛てに教材が郵送されてくるので、その問題を解き、付属している返信用ブートーに入れて返送する教材もある。返送された回答用紙を赤ペン先生という同社の添削指導員が採点、間違いに対するアドバイスを赤色のペンで記入して、 受講生に変装する。また、到達度確認テストという名称などの教材を解いて、送ると、受講生にあった勉強の仕方のアドバイスや進む学校を教えてくれるものもある。小学講座、中学講座のテキスト、及び高校講座の授業対策用テキストの名称。なお、正式タイトルは学年を冠した表記となっていたが、近年では、紙のテキストは、 オリジナルスタイルという表記に変更されている。なお、対象によって表記が以下のように異なる。ちなみにこの、チャレンジという名称は、同じベネッセが出版する辞書のほか同社提供のラジオ番組のタイトルにも使用されている。また、かつての幼児、親子講座のテキストは、子供チャレンジといい、後に真剣ゼミから独立した、現講座の名称となる。 高校講座の大学入試対策用テキストの名称の中に入れるの意味の説答後 EN に大学、カレッジをつなげたべネッセによる造語で勇気づけるエンカレッジと書けているとのことオリジナルスタイルのテキストに加え iPad または専用のタブレット端末を用いた中学講座の学習方式なお受講にはインターネット環境が必要であるため各家庭が インターネット環境を用意しておく必要がある。紙のテキスト、チャレンジの代わりに専用のタブレット端末を使って学習する小学講座の学習方式。受講にはハイブリッドスタイル同様にインターネット環境が必要である。2014年にアンドロイドバージョン4.22が初代タブレットでデビューした。2017年にバージョンが5.1にアップしてタブレットが一新された。 テキストのほかビデオや CD 教材などがある。会員から郵送されてきた添削問題に対し、赤ペンによる直接手書きで指導する。ただし、中学講座におけるインターネット返却ではパソコンで添削を行っている。学年専任人で、かつ、小学講座では1年を通じた担任制となっている。副担任もいる。ちなみに一部の月は、 赤ペン先生の添削問題ではなく、実力診断マークテストなどのマークテストになる。報酬は、添削した、当案枚数に応じた出来高制。教員免許など特別な資格は、必要ないが、4年生大学卒程度で、応募時の年齢が45歳くらいまでとなっている。この条件を踏まえてか、結婚退職した元学校教員の専業主婦が、願わくば、 教育関係の仕事に、それもパートないしは内職程度の作業負荷でカムバックしたいというパターンの応募人気が事業開始当初より高かったようである。採用選考は書類審査と筆記試験、そして面接で行われる。また選考合格後も事例などを扱いながら具体的に学ぶ研修が課される。添削指導が主に自宅で行える手軽さもあり、 採用選考の競争倍率は高い。ちなみに赤ペン先生はベネッセの登録商標である。課題を提出するともらえるポイントに応じて商品をもらえるシステム。かつては提出シールプレゼント制度と呼ばれ、課題の特典によって1993年度まで金、銀、青のシールとなっていたが、現在は小学講座と中学講座と 高校講座はシールではなくポイント制になっている。かつての小学講座は色分けがされていない金のみの頑張りシールとなっていた。学年や教科、提出課題の種別によってもらえるポイントや商品の内容が異なる。また、特別キャンペーン等の実施期間中は条件を満たせばもらえるポイントが増えることもある。また、 景品は一部が毎年入れ替わるという形になっている。景品には交換期限がある。また、前に書かれている通り、今は全ての教材でポイント制度となっているが、もらったシールとポイントが交換できるようになっている。ベネッセはダイレクトメールのために年間255億円を費やすが、この大半が新剣ゼミの入会案内、勧誘である。 同じ学年でも、男子用、女子用で別々に、また47都道府県別の受験情報など、何十種類もの内容のダイレクトメールを用意。このダイレクトメール戦略が、5人に1人が、真剣ゼミ事構成というほどの驚異的な会員数の増大につながっている。その反面、資料請求申請をしていないにもかかわらず、高頻度で、ダイレクトメールを送りつける戦略には、 プライバシーや個人情報保護などの観点により、激しく批判する保護者や生徒も少なくない。時には、すでに亡くなった子供のところにまで送られてくる例もある。また、ダイレクトメールの送付を停止することもできるが、それは一時的なものでしばらく経つと、また、ダイレクトメール送付になってしまうことがある。なお、かつては、ダイレクトメール送付のために、住民基本台帳から、 個人情報を閲覧していたが2005年10月をもって閲覧を中止した。しかし住民基本台帳の閲覧を中止したのみですでに得た個人情報に依存しその個人情報も2014年7月に流出するという事態に達したことから激しい批判を受けている。ダイレクトメールに同封されているプロパガンダ漫画の一例ダイレクトメールの特徴としては 開封率を高めるために真剣ゼミの素晴らしさがテーマのプロパガンダ漫画を同封していることである。この手法を教育系事業のダイレクトメールに初めて使用したのは真剣ゼミである。学習内容と同じく漫画も各学年別に男子向けと女子向けが用意されている。漫画の内容はスランプ中の主人公が真剣ゼミを始めたら 勉強だけでなく恋もうまくいき、部活でも大活躍など、比較的煽った内容が目立っているほか、ライバルである学習塾に対抗する形で、真剣ゼミは学習塾と違い時間に拘束されないを、歌い文句とした比較広告もあるなど、真剣ゼミ特有の特徴が明記されている。また作中ではグラフを利用した比較も多用される。また、宣伝用漫画の主人公は、 大抵、一度真剣ゼミに入会する者も大会してしまったことで、スランプに突入してしまい、成績が悪化したという善科を持っている。ストーリーは、社内の広報担当者が担当するが、あくまで漫画を使った広告であるため展開は、毎回同パターンである。しかし作画は、プロやデビュー前の漫画家に依頼しており、絵柄は作家ごとに異なっている。また、 漫画以外のイラストもイラストレーターに依頼している。漫画は商品ではなく広告であるため公式サイトでは無償公開されているが近年では登場人物のフィギュア化をメーカーが検討するなど漫画として人気が出ることもある。真剣ゼミから発送されるダイレクトメールには宣伝用 DVD が同封されていることがある。その内容は 宣伝用冊子とほぼ同じ内容となっており、成績悪化に悩む保護者などの不安を煽り入会を進める先導的な内容が目立っているほか、記述のような学習塾対抗のための比較広告もある。子供向けの宣伝用アニメの後には保護者向けの広告が流され、比較広告や付録などが放送され、広告の最後に真剣ゼミへの入会を子供に進める。 内容のナレーションが流される。高校講座を受講し、かつ大学進学を果たした人に対しては、現在高校講座を受講している後輩に際してのサポート役とも言うべき、ゼミレポーター制度を設けている。ゼミレポーターには、ゼミレポネットワークという会放が配られる。かつては、ゼミレポーターを卒業した人向けの組織もあり、真剣インターという会法が配られた。 真剣インターの内容は一部ゼミレポネットワークでも紹介された。1995年の4月の中2講座の新旧記念として非売品の CD、心転気、体元気が配布された。内容は今夜はブギーバックなどソニーミュージックの所属歌手のヒット曲やアルバム曲で締められ唯一他社の斎藤和義の 歩いて回路も収録されトークをブレーク前の爆笑問題が務めた。ブックレットに大田光と田中裕二の写真が使われ、巻末にプロフィールも記載されている。中学講座にて実施されている、オンライン授業にて不定期に登壇するバーチャル、YouTuber ーー、なるり先生が存在する。2020年6月13日に YouTube に動画を投稿し、真剣ゼミ公式、 Vtuber としてデビューした。勉強を教える Vtuber であることから v t チャーを自称している。チョコレートプラネットと住処片岡健太による歌唱中学講座高校講座これらのほか同じベネッセが出版していたプロシード A は和英時点の CM ソングとしてハウンドドッグの15の好奇心が使われていた。 福武書店ベネッセ提供で真剣ゼミの CM を流す番組は以下の通り。以前の提供クレジットは真剣ゼミまたは真剣ゼミ講座であったが2014年7月に発覚した個人情報流出事件により一時提供を自粛していた。2014年11月に提供再開後クレジットはベネッセとなっている。下記2番組は一社提供。 ありがとうございます。